バイコヌール宇宙基地45番車点は、バイコヌール宇宙基地にあるゼニットシリーズ専用の車点である。車上は2つあるが、現在も運用されているのは1つだけである。ソビエト連邦及びロシアにおけるゼニットの幹事打ち上げは全てこの射点から行われた。1998年のグローバルスターの打ち上げを皮切りに、 シーローン地社の陸上打ち上げプログラムに基づく商業打ち上げも行っている。中核となるのは1978年から1983年にかけて5年の歳月を費やして建設された45、1車場である。第2車場である45、2車場は1990年に完成したが、同年中にロケットの打ち上げ失敗に巻き込まれて破壊されてしまい、放棄された。 45番車兼での初打ち上げは1985年4月13日に行われた45、1車上からのゼニット2の弾道飛行であり、ゼニット2の初飛行でもあった。しかしこの打ち上げは失敗し、成功したのは1985年6月21、8時21分、GMT の第2回打ち上げであった。この打ち上げも弾道飛行であったが、 打ち上げ時に生じたデブリの一部は低軌道に達した。45、2車上での初打ち上げは1990年5月22日に行われ、ゼニット2によりゼリーナスに電子偵察衛星を無事軌道に投入した。続く同年10月4日の打ち上げで、ゼニットニ第1弾の RD-171 が打ち上げ5秒後に故障し、ロケットは高度70メートルから車上に墜落した。 この事故で1000トンもある金属製構造物が高さ20メートルまで飛び上がったほか、照明灯も車上から100メートルまで吹き飛ばされ、車上は完全に破壊された。ゼニットの打ち上げは10ヶ月後に45、1車上で再開され、45、2車上は再建されないことになった。2007年6月29日には、ゼニット 2M の初打ち上げが行われ、 2008年4月28日には、ゼニット 3SLB の初打ち上げが行われた。どちらの車上にも、乗員をロケット上部にある宇宙船に搭乗させるための移動式搭乗塔など、有人打ち上げ用の支援施設が設けられていたが、一度も使われたことはない。45、1車上の搭乗塔は現存し、45、2車上の搭乗塔も1990人の事故で、 大きく損傷しながらもまだ立っている。通常の打ち上げでは打ち上げ準備作業はすべて自動化されており、ロケットにアクセスする必要はないため、搭乗等を使う必要はない。ありがとうございます。